off Japan's coast, fishermen make their living in much the same way they have for hundreds of years. But sharks eating too much of their valuable catch has led to an extensive extermination program that kills around 100 sharks per year. Vice Japan followed some of these fishermen on a hunting expedition to find out more.父親が漁師やってまして、最初は漁師やる気なかったんですよ、本音を言うと。なんかのタイミングで親と一緒にちょっと海に行くようなタイミングがあってですね、自分の性格に合ってるなと。で、まあ船は残る。いや、それはもう自分が継がないと誰が継ぐんだろうといろいろ考えた時に、これが17年前ですかね。人付き合いがあんまり下手なんで。漁師は海に行くと、一人一人みんな社長じゃないですか。自分のペースで仕事できるし、まあその分デメリットも大きいですけど、まあ収入が安定しないとかいろいろありますけど、まあ楽しいですよね。その魚とのやり取りというか、船を出して沖に出ていく楽しみというか、まあ、一番海が好きというのもあるんですけど、それは漁師はですね、沖の方に行って船釣りで一本釣りを深海釣りをやるんですけど、その時に町釣り、タイの仲間の魚が赤町とか市中町とか姫鯛とかいろいろあるんですが、魚を釣り上げる時にですね、魚が釣れたという時にそこにもサメがいるわけですよ。でサメに魚を横取りされる、道具を持っていかれる。魚を釣り上げる時にですね、このサメが反応してその魚に食いつくんですよ、今釣り上げようとしている魚に対して。その時に丸ごと持ってくる時もありますし、中には魚の頭だけ残してとか、体半分だけ残して、もう商品価値が全くないような状況で上がってくると、もうそういうのがもう頻繁にありますね。粉クソです。感情クソですよ。すいません、ちょっと汚いけど。でもサメとはやっぱ喧嘩できないんで、何度かそのポイントで試してみて、どうしてもサメの被害があるよったら、もう自分たちはもうポイントを変えて、そこから場所を変えるしかないんですよね。で毎年すごい量の被害が出てるということで、二十数年前からこのサメ駆除の事業を行ってます。サメ駆除に関しては年に一度、大体夏場この時期にやってます。年間を上下あるんですけど100本前後、昨年に関しては88匹上がりました。種類も、イタチザメ、メジロザメを中心に水揚げしてますね。で大きさも、大きいのは5メートル、小さいのでも1メートル、2メートル、3メートル、2メートル、3メートルあたりが大体中心になってくるのが多いんですけど、もう重量も500キロ超えるのが去年上がりましたし、最近ちょっと大型化してますね、上がるサメ。泳ぐときは20キロで泳いで、人食べるときが80キロで来る。サメ取ってよ。あ、森ダブル持っとけばよ、しないよ。バカかお前、サメのスピードお前一緒なめんねよ。サメ前にいるか。サメでかい。おサメ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 でかい。あ、この船乗ったらダメば。でっか。見えん。これ一回も見えん。どこ？あっち。いいだろ。どこ？あっち影あるだろ。サメ。これして血この焼いて5、6回ぐらいつくんです。早く血出すために早く最初抜かないとこれ抜けなくなりますからね。もう筋肉固めて硬直してから、くる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 回りますからサメは。だから一瞬ついて早くあれやらないと、でまた弱ったらまたあれしかまたつかないと大きいのになると思う。大変だと思いますよ。明日大きいの上がれば、これですよ。これで
軽かったらさらないんだから、パイプで重くして刺すようにしてるんですよ。主に頭、この辺狙えるんですけどね。この辺狙ってから。脳みそ刺したら死ぬと思いますけど、簡単には刺せないと思います。もう暴れてるから。ちっちゃいのだと簡単だけど、大きいのになるともう本当大変ですよ。本当はサメは種によっては撃滅種もあるけど、もうサメは害虫としか見ないです。多分増えるんじゃないですかね。伝統もごいなんか聞いても、前はあそこにいなかったのに、あの場所にもサメが見えたとか、ああいう話も聞こえるんですよ。でまた実際一本釣りでも何年か前までは深海にあまり来なかったんですよ。赤町300メーターところには。最近はもう赤町食べにも来ますからね。大体赤町が300メーターぐらいのところで、浜台が300メーターぐらいのところで釣れるんですけど、もう根こそぎですよ。できたら本当は大体効果が長くて4ヶ月ぐらいか5ヶ月ぐらい続くから、半年に1回ずつやってほしいなと思うもあるんですよね。森ですか。4年ぐらい前に一番最高の500キロ余りの取ったことありますよ。担当じゃないけど準備のためにも。相当やっぱ慣れてないと難しい。そうですね、はい。イタチザメとかメジロザメとか、やっぱりそういう凶暴なサメはやっぱりね、もう襲う時は魚であれ人であれ獲物としか見てないはずなんで、まあ、その辺のサメを中心に一番多く取れれば水揚げで駆除できればいいかなと思ってるんですけどね。凶暴なサメはなるべく避けたいですよね。ダメージぞ、リュクちゃん、高くやりリュクちゃんぞ。サメ駆除の一日の流れとしては、道具を積み込んで、餌も積み込んで、沖の方に出ていきます。まあ、ポイントはもう船長さん任せで。あっちのおろそう。やっぱり沖もあっちのよしとけ。ですね、今朝遠縄しまして、これから揚げ縄してですね、また獲物が何匹かかってるかわからないですけど、サメいくら駆除したかわからないですけど、揚げてまた入れて一晩置いて明日朝から揚げ縄に来ます。明日はですから朝早朝からですね、また揚げ縄しに来て、それで午前中一回揚げてですね、もうサメ駆除は終了です。そういうスケジュールです。サメ駆除って言ったって年に1回の
間引きしてるようなもん。取ったからって全部いなくなるもんじゃない。で今 こっちで取ったからじゃ別のところにいるサメがまた新しく何ヶ月かして入ってくるわけ。ですごい縄張り意識がサメはあって、そこでまた取ったところが全部いなくなるんじゃなくて、また別のところから入ってきて自分の縄張りを作るんだっていう。だから全部いなくはならないと思う。でもこれ取ってまあ1ヶ月2ヶ月はちょっと僕らが飯食えるっていうこと。そのためにやってる。基本的に人の世というのはみんな仕事というのは生活するためにどんな職業でも、それと現実に、大量と見返りがね、精入れして身入れがいい時に生理に出していろんな状況が生まれてくるから、大量しても身入れが少ない場合もあるしね。市場は変動相場で動いてるもんですから、あれ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 、サメにやられた被害ですね。これこれこれ、あれ、枝割れが切れてるでしょ。これが実際にサメが食いちぎられたということね。獲物かかっていたんですけどね、こういったものです。歯はノコギリですからね。サメ今ヒットしてたのはこれ食いちぎられたんですね。これ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 、ただ小さいものはほとんど食いちぎって枝張りから全部切っていく。もちろん釣り針は伸び込んでる場合もあるかもしれないよ、うん、やっぱり魚釣っていろんな形で生活の糧にしてるもんですから、そこに横やり入れられるとやっぱり嫌な思いしますね。ですから駆除もしないといけないということです。